本日は SVC と言われる H.264 のスケーラブル拡張方式の、に対応しましたリアルタイムソフトウェアコーデックのご紹介をさせていただきます。こちらは、スケーラブル符号化と申しますのは、このように、一つのビットストリームを、階層構造なしで構成いたしまして、そこから、全て切り出した場合は、この絵でいきますとハイビジョンが、そして、部分的に切り出しますと PC サイズが、一番下のこの最下層だけ切り出しますとモバイルサイズが、複合できます。このように一つのストリームから複数の解像度に対応することができるワンソースマルチユースが特徴となっております。でこのような機能を追加することで、通常処理負荷が大きくなってしまうんですけども、今回は、研究所の技術を投入することで、HD、1920×1080 のハイビジョンサイズに対して、これをソフトウェアでリアルタイム処理を可能にいたしました。これは世界初の技術となっております。SVC の特徴としまして、一つのストリームで、複数の解像度に対応できますので、個別に映像を用意するものに比べて、データ量を1割から3割程度削減することが大きなできることが大きな特徴となっております。